3月23日、ドプチェク第一書記は東ドイツのドレスデンに向かいました。ワルシャワ条約機構首脳会議が急遽招集されたのです。会議の焦点はチェコスロバキアの改革でした。ソビエトのブレジネフをはじめ各国の首脳は激しい批判をドプチェク第一書記に浴びせました。ブレジネフと一緒に廊下を歩いていた時、突然彼は私にこう尋ねました。人間の顔をした社会主義とはどういう意味だね。そして急に私に向き直って激しい口調で続けました。それで我が国ソビエトの社会主義は一体どういう顔をしているのかね。私は彼の顔をじっと見て歩き続け何も言いませんでした。ブレジネフには人々が自由に意見を言い、それが新聞に載りラジオやテレビで放送されるということが理解できなかったのです。ブレジネフは会議でたった一つの言葉しか使いませんでした。これはカオス、混乱に過ぎない。